すいません、二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、タイプ7が一つのことに集中する方法という動画のコメントで、うん、白梅兵さんから、うん、その一つのことに集中する方法だったら、うん、隊長 の、 その親友であらせられる、うん、ウェールズさんに聞いてみたらどうですかっていう、うん、コメントをいただきました、はい、ありがとうございま す、 いますで、ウェールズさんっていうのはちなみにこの、うん、超タイプ5な人、超タイプ5、僕もちょっと、うん、知ってるんですけども、うんうん、この研究者って言われるじゃないですか、タイプ5の、タイプ5の、はい、代名詞として、はい、で実際にもともと金属の研究者だったんですよ、はい、論文書いたりとか、はい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 、大きな会社に入って、はい、そこでこう研究員としてこう金属の研究をしながら金属についての論文を書くみたいな、はい、だからうちに来た時とかにも、はい、この金属はってこうスプーンとか持ち出してそこら辺にある、まあ、ちょっとそうすいません、僕からすると、うん、そういう変わった人、変わった人で、僕もそのお会いした時に、うん、その幸せっていうのは、うん、公式があるんですよ。あ、そうそうそう、で公式を書き始めてもうポカーンですよね。そう、でもうはぁ、あ、はぁ、あ、って聞くしかなかった、うん、そんな人、そんな人に、一つのことに集中する方法を聞いてみた、うんうん、なんでそれがタイプ5なんですよね。タイプ5ですね、はい、でもまあ聞いてなんでそれを多分どのタイプも、うん、タイプ5がシステムにしましたと、うんうんうん、一つに集中する方法を、うんうん、なんでちょっとぜひお聞きしたいと、はい、で質問した時はどのぐらいで結構返ってきたんですか、うん、質問をしてから結構翌日とか早い、仕事が早い、さすが、うんうん、でお教えしましょうとでも前置きとして前置き、はい、これは僕が集中するための方法として対策を考えただけなので、はいはい、他の人に当てはまるかどうかは分かりません。なるほど、そう、なるほど、自分はこうだからこういうふうにしたらできるようになったっていうのを追求していった、はい、掘ったわけですね。掘ったわけ、その結果聞く前に掘っていたってことですね。そうなるほど、その結果これが聞くって思ったけど、はい、それは自分が聞くってるだけで、はい、他の人のを掘ったわけではない。はい、なので他のタイプでそれがなるほどってなるかわからないけども、うんうん、タイプ5の方が、うん、一つのことに集中するために編み出した、うんうん、編み出した、はい、いや、うん、あまり興味のないことでも、うん、まあ、集中しなければならない時に、うん、あ、そう、集中したいって時ですよね、うん、はい、なのでもともと5の人って集中するのが得意みたいなイメージを持ってるけど、はい、興味があることに関して、はい、とことん集中するだけで、はい、興味のないことには集中するのはやっぱり苦手だと。あ、安心した。もう得意だと思ってた、うん、なのでまず一つ目として、はい、時間をきっちり決める。あ、やる時間を、やる時間を、なるほど、でその時間はもうそれだけをやる時間として、はい、時間割を作る。あ、なるほど、何曜日の何時からはこれをやる、1時間はこれをやる。なるほど、で好きなことっていうのは、まあ、ほかといてもできるから、はい、うん、別にそこに組み込まなくても空いてる時でもいつでもできる。なるほど、なるほど、うん、だってこうそうでないことは強制的にやらされなければ難しいから、はいはい、時間割を自分で作ってもう上司に指示されてる思いでやる。なるほど、はい、うん、という感じが一つ目、はい、2つ目は継続してやらなきゃいけない場合は曜日と時間を決める、はい、でその時間を必ずやり遂げる、はい、なるほど、うん、意志の強さを感じますね。意志の強さを、はい、でこうタスク書き出して、はい、やった部分は斜線を引くなどして、あれ気持ちいいですよね。でやった部分とやってない部分が明確に分かるようにしておく。斜線やるのは気持ちいいのは分かってます、うん、なんか、はい、でただそこだけじゃない、これまだやってないっていうのが分かるタイプ残りますね、はい、っていうのが多分合理なんで、多分そういうとこあります。なるほど、なるほど、気持ちいいからやるっていうよりはちゃんと分かるようにしておく、はい、何が残ってるのか、課題はこれだよって、うん、はい、でいう感じで、1回にやる量は自分ができるって思ってるのよりも少ない量に設定する、はい、これ、うん、ちょっと頑張りがちですよね、初めの方とか。だから
そうすると、はい、もう心に余裕もできるから、はい、やれるようになる。なるほど、なるほど。いっぱいいっぱいだと結構しんどいじゃないですか。これやらなきゃいけない。あと思い出としてもしんどかったなになりますよね。そうそうそう、はい、でそうするとやりたくない思いも強くなってくるけど、なるほど。10できるんだったら6とか7とかにしちゃえば、まあ6だったらやるか。できるじゃんの思い出も残りますしね。うんうん、そう、はい。1回にできる量を減らす。はい。で、あとは、こう、何もしなくていいし、何をしてもいい時間をそこに埋め込んでいく。時間割に入ってますよね。はい、時間割に入りますよね。うん、はい。なんか自由時間みたいなのも時間割に入れちゃう。ともすれば、うん、基本大人って、うん、その仕事以外のとこって全部自由時間じゃないですか。全部自由時間、それをきっちり分けちゃえって話ですね。 でもその中に自由時間を入れるっていうことですね。うん、その中にさらにこう、もうここはもう完全なフリータイム。なるほど、うん、全部が自由時間にするんじゃなくて、うんうん、組み込んで自由時間はここっていうのを決め、うん、自由時間を決めておくってことです。なるほど、この辺がやっぱりタイプ5らしいなっていうか、まあ、合理的な考え方っぽいですね。うん、はい、というのをこうメルズさんは自分でこう考えて、こういうふうにするとできるっていうのを自分で作り出した結果がこれだっていう。で 今やってらっしゃるんですよね。あの黙々とブログを続け、ブログを続け、でもなんかちょうど昨日あの、うん、お片付け師の安田さん松下さんとお話をさせていただいたんですけども、うん、そこでもその、うん、持ち物には住所を決めておくっていうのがあったじゃないですか。要はそのウェールズさんもそのなんか時間を、うんうん、まあ、住所みたいな時間、うんうん、まあ、きっちり組んでいくっていうのは、うん、なんか一緒なんだなって思いました。でその話を聞いて、その最近は東京に行ってあんまり会ってないんですけど、はい、2、3年前はこう毎週とかが、はい、来ていろいろこういっぱい話をしていたのに、はい、本当に時間割り作ってました。あの小学校の時間割りみたいな。なるほど、でこれがいいんですよなんていう話をしてたのを思い出しました。ああなるほど、良かったです。とても今有意義だ。あ、なんかどのタイプでも、うん、そのお片付けみたいに、うんうんうん、そのであと自由時間をちゃんと決めておくっていう、うんうんうん、ご褒美付き。ご褒美、はい、そこの時間は何をやってもいいし何もしなくてもいいので、はい、何か仕事がしたければしてもいいみたいな、はい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 、したくなければ好きなことをしてもいいしっていう、はい、いやなんかともすればなんか好きなことで全部埋めがちじゃないですか。うんうんうん、自由時間を、要は音なんて言うんでしょう、うん、仕事の時間以外の時間を、はいはいはい、だからなんかダラダラついテレビを見ちゃうとか、うんうんうん、っていうついは多分ないんだろうなっていう。ついはない、まあ、そこに行き着いたのかもともとそういうのがないのかわからないですけど、はい、今だともうテレビとかも、ね、うん、そのフルタイム録画とかで見たいやつはもうその時間に見るようにするとかで、なんか結構効率的になんかそのやりたいこととか苦手なこととか、だからまあ効率的ですよね、はい、この時間これやってこの時間これやってこの時間これやるみたいな、はい、あの、うん、僕どうしてもその流されやすい人間なので、うんうん、体調が最近ウクレレを始めたと、はいはい、で、うん、その楽器を弾けるようになりたいって、うんうん、ありますありますよ、ありますよね、うん、で僕もあの大学生の頃にギターを買い、うん、3ヶ月でやめとか、うんうんうん、っていうで、うん、子供がピアノを始めた、うん、じゃあピアノ始めよう、うんうん、3ヶ月でやめ、うん、ってなってきていて、うん、これ今最後のチャンスだと思ってるんですね。あ、楽器を習得するのに、うんうん、でウクレレってまあちょっと優しいって言うじゃないですか。優しいって言ってましたウクレレの先生が。簡単だよって、うんうん、これ今最後のチャンスだと思っていて、うんうん、で昨日から、うん、あのチューニングを始めて、うんうん、コード3つ覚えようっていうところなんですね、うんうん、で今これをどうちゃんとそのものに、うん、要はこっから10年続ければウクレレ歴10年なわけじゃないですか、うん、ウクレレ歴10年だと多分そこそこいけます。そこそこいけますよね、うん、これを今目指そうと思ってるんですけど、うんうん、今ちょっとこのウェールズさんのやり方、うん、あ、だからこう毎週もうこの時間、この時間はウクレレの時間、時間、うん、でちょっと簡単めにしておく、うんうん、そう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 、だから1時間とかっていうのがきつい場合もあったら30分にする、
か、はい、それをもう時間割でやるっていう、時間割でやる、これちょっとやりたいと思ってます、うんうん、はい。でもちなみにあとこのじゃあウェールズさん の、 その幸せの公式を教えてくださいっていう人がいらっしゃったとすると、うんうんうん、これ僕が言わせると、うん、わけわかんないですよ。そう、聞いてもわかんない。聞いてもわけわかんないと思います。あの引き寄せの法則の公式も書いてましたからね、はい、これあの、うん、聞かれても多分わかんない。あのなんか質量があるものには引力、質量があるものには引力、引き寄せる力がある、はい、っていうのはあの物理の法則であるわけじゃないですか。重力っていうのは質量に比例する、はい、だから僕たちにも重力がある、それがすなわち引き寄せの法則でみたいな思いにも質量があってみたいな。なるほど。あ、何言ってるのか、ね、あの分かんないみたいな。インターステラーみたいですね。あ、そうそうそう、インターステラーみたいな。だからインターステラーとかハマりそうですよね。ああ、なるほど。ちょっと面白かったです、すいません、うん、あ、やってる方が面白いって言っちゃダメなんですけどなるほど、うん、というところです。といった感じですね、はい、うん、物には住所、うん、やりたいことには時間割り、いいチャンネルですね、これ。いいチャンネルですよ、はい。はい。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。